瞬間見えです。この番組では県内の市や町のトップまたは担当職員の方々をお招きしてどんなことに取り組んでいるのかお伺いしてまいります今回は四日市市の話題をお届けしてまいりますまずは4月からスタートした四日市市新教育プログラムについて後半は様々な災害が続く中で災害現場と向き合う四日市市消防本部の取り組みについてお話を伺ってまいります ではまずは前半は令和2年度この4月からスタートした四日市市の新教育プログラムについてです。スタジオには四日市市教育委員会の伊藤智樹さんそして重内洋二さんにお越しいただきました。どうぞよよよろろろししししししくくくおおお願願願いいいいたままますすす、はい まず四日市市といいますとまちづくりを進めていく新しい基本計画四日市市総合計画がこの4月にスタートしました、えー、この将来都市像の一つとして子育て教育というのは多くの方が関心を持たれている分野だと思うんですがこの四日市市の新教育プログラムはどういう趣旨で策定されたものなんでしょうか はいこの新教育プログラムは四日市の子どもたちの現状と課題を整理し教育を取り巻く新たな課題に対応するため6つのテーマにそれぞれ就学前から中学校卒業時までに育成すべき資質能力を掲げその実現に向けた取り組みを見える化した本市独自の新しい教育施策です。これらの 社会をこれからの社会を切り開いていくことができるよう子どもたちに知識や技能思考力判断力表現力などのバランスよく育成することまた問題解決能力言語能力情報活用能力といったこれからの変化の激しい社会に対応するための汎用的な資質能力を身につけることを目指し策定いたしました。ささん育ててていいく能力が細分化されていますね すすごいですねこの就学前そして小学校、はい、中学校ですから社会人までこういくと思うんですけれども、まあ、そういった一体化をですね、えー、取り組んでいく中でやっぱり基礎学力といいましょうか、うん、そういったものにこの重きを置いているのがこの6つの中に出てくるんじゃないかと思うんですがそうですね、はい、この6つの柱についてお聞きしていきたいんですが伊藤さん詳しく教えていただけますか はい六つの柱についてご説明いたします一つ目は読む話す伝えるプログラムですこの柱では読解力向上について重点的に指導し言語活動の充実を図り文章を正確に理解し適切に表現する力を育成します二つ目論理的な思考で道筋くっきりプログラムです 本市の子供たちは算数・数学の力を強みとしておりますこの力をさらに伸ばすとともに情報活用能力やプログラミング的思考これらを育むことなどでこれからの時代に求められる論理的思考力を育成します、うん、3つ目は英語でコミュニケーション in 四日市プログラムです修学前から英語に出会い発達段階に応じた英語コミュニケーション能力を育成することで 英語で四日市を語ることができる子どもたちを育みます。四つ目は、運動大好き、そう、ちとう、アッププログラムです。この柱では、体育の授業、運動遊びなどで十分な運動量を確保し、体力、運動能力を向上させることで、生涯にわたって健康を保持し、運動に親しむ資質能力を育成します。五つ目、夢と志し。 四日市輝く自分づくりプログラムですここでは夢や志の実現に向けて学び続けるために社会とのつながりを意識することそしてまあ人間性の寛容さらに社会的職業的自立に向けて必要となる力を育成していきます最後六つ目は四日市ならではの地域資源活用プログラムですここでは四日市の歴史や文化自然を活用した学習産業と連携した学習 そして持続可能な社会づくりに取り組む学習これらを通して心豊かな四日市人を育成しますなるほどあらゆる角度から子どもたちの強みを育てていくんだなということが伝わってきたんですが具体的にお伺いしていきたいと思いますまずこの読む話す伝えるプログラムについてですが茂内さんどんなものですかはい子どもたちが文章を正確に読み取ったり自分の考えを わかりやすく伝えたりする力は大人になっても必要な力だと思いますそのような子どもたちの読む力や伝える力などに着目したプログラムになります四日市市では平成二十八年度より中学生スピーチコンテストザ・弁論という取り組みを続けておりますこの弁論大会を一つの目指す姿として子どもたちの成長に合わせ 自分の考えを論理的に伝える力の向上に取り組んでいます読解力を育む二重の観点についてはさまざまな文章を正確に読み取ることができるようにするためには一体どうすればよいのかという簡単なようで実は難しい課題に挑戦している取り組みになりますちょうど今イメージイラストが出ておりますが読解力を大きな木に見立て 小学校時に特に育てたいポイントを20に絞っております現在は指定校にてこの20の観点をどの学年でどのように指導するとよいのか三重大学教育学部国語科の森田洋一教授に指導を受け研究を進めているところです読解力についてはプログラム2で大切にしています論理的な思考力や情報を活用する力とともに これからの社会を生きる子どもたちにとって大切な力の一つだと四日市市は考えています。うん 自分の思いを声に出して伝えることってとても苦手に思っている方多いと思うんですが実は私も中学生の時に出場したスピーチコンテストがきっかけでこの仕事を志したのでとてもこういうスピーチコンテストを通して論理的に考考える思思力って大切だと思いますねまたこの「育てるべき観点」が20個用意されているということですからいろんな視点から話すことを学べるというところが素晴らしいなと思います。 ました。さて続いて英語でコミュニケーション in ン四日市プログラムとありますこちらはどんなものでしょうかはいその名の通り英語教育に関するプログラムになります四日市では16名の ALT 四日市英語指導員がおり英語の先生学校の英語の先生とともに複数で授業を行い話す聞く書く 読むといった英語によるコミュニケーション能力を育成しておりますまた日々の英語の授業では生徒が学んだ知識や技能を使って実際に起こりうる場面を想定した言語活動を大切にしております例えばご覧の動画は英語で地域発信という取り組みになります この取り組みではすべての生徒に自分たちの故郷である四日市市について英語を活用して紹介する力をつけることを目指しておりますこの中でもご覧のように英語指導員が子どもたちの良いモデルになり活躍しております。 いや森さんあの、中学前から英語を学び始めて、うん、今のように地域のことを紹介できるようになるまで中学生だそうなんですよ。はい <laughs> いやもう地元の魅力を知ってそれを伝えていくことができる英語力ってすごいですよね,です,ね、はい、ですから、ね、普段んは教科書から何かこうあのイングリッシュをこう学んでいくんでしょうけれども、えー、やっぱり地域を取り入れることによって、はい、そしてまた実際のコミュニケーションを含めてこなしていくということで日常でこう積み重ねていくことによってお、ねうん、のずからやっぱり発することができる力がつくというところじゃないでしょうかね。と身近に 感じることができますよね,すねはい。え、そして続いては四日市ならではの地域資源活用プログラムです茂内さんどんなプログラムですか、はい、四日市市は市にある地域資源を教育に有効に活用にすることを大切にしております例えば久留米古代歴史館では実際に出土した土器などに触れ歴史や文化を学んだり 自然教室では沢登りやカヤックなどさまざまな自然体験活動を行ったり博物館では学校の学習に合わせた企画展示を行ったり四日市郊外と環境未来館ではさまざまな視点から四日市郊外について考えたりプラネタリウムと連携し環境番組が視聴できる見学プランを設けたりしています。 また四日市市では宇宙航空研究開発機構 JAXA をはじめとして多くの企業様の協力により連携事業などを行っております子どもたちのさまざまな分野の学習への興味関心を高めることにつなげておりますはい 森さんこのような6つの柱、えー、どのように感じましたそうです、ね、これはねあの本来教育ということでね、えー、あの学校教育でズバリポンとこうあの物事を教えていったらいいんですけれどもその中にあの加味するのは学習という要素ですね体験学習、まあ、先ほどのようにあ地域的な魅力あるものをこう取り入れていくという。 いうようよなことと加味していくといくうこういった6つの柱をですね、まあ、明確にして、えー、将来像を描いていくということで指針を出すことによってですね目標が定まっていくんじゃないかと思いますね。 ただ与えられたものを勉強していくのではなくていろんなものに興味を持てるプログラムになっているなと感じますね、えー、夢が描けられるというのはいいいんじゃなででしょううかねそす伊藤さん、このような新しい教育プログラムを通して子どもたちに6つの柱を小学校、中学校、そして修学前教生保育とも連携し連続性のある指導を実現することで 問題解決能力、言語能力、情報活用能力といった3つの力を育むことで夢と志を持ち自らの未来をつくる四日市の子どもの育成さらに四日市で学んだことを誇りに思えるそんな子どもたちが育ってほしいいと思います。ここまでは四日市市の新教育プログラムについてスタジオには四日市市教育委員会の伊藤智樹さん。 重内洋二さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました,ましたお知らせの後は災害と向き合う四日市市消防本部の取り組みをご紹介します僕たちの未来に生み出していくんだ瞬間見え今日は四日市市の情報をお届けしています 後半は、近年多発している土砂災害や風水害など、さまざまな災害についての取り組みをお伺いしてまいります。スタジオには、四日市市消防本部の菱木和樹さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 ここ数年、本当に、まあ、風水害であったり土砂災害であったりさまざまな災害が起きていて私たちも気をつけなければならないなと思っているんですけれども四日市市消防本部では他県で災害が発生したときに出動することっていうのは私たち消防職員は、えー、管轄の市町村内で、えー 活動することが基本となっているんですけれども、はい、地元の消防力だけでは対応できないような。大規模な災害が発生したときには、えー、都道府県をまたいで応援に行き、えー、行くような。緊急消防援助隊という制度があります。はい、この制度は、平成七年の、えー、阪神・淡路大震災をきっかけに創設され、うん、平成二十三年の東日本大震災では、全国から延べ八千八百五十四体。 3万684名の隊員が活動しました近年では地震以外にもコンビナート災害土砂災害テロ災害などのさまざまな災害に対応できるように特殊な任務を与えられ専門的な活動を行う部隊というものが創設されていますまた三重県が緊急消防援助隊で応援出動した災害では東日本大震災と2年前の 平成30年7月号があります。7月号の時には14体54名が広島県へ応援出動しました、はい。様々な災害で緊急消防援助隊が活躍されているわけですが、大きな災害では必ず特殊車両が必要になってくると思うんですが、あの四日市消防本部には？ ドラゴンハイパーコマンドユニットという車両があるそうなんです。すごくかっこいい名前ですけれども、ひしきさん、これはどんな車両になるんでしょう。はい、えー、ドラゴンハイパーコマンドユニットは、東日本大震災の時にコンビナート地域で発生した火災などをきっかけに創設された部隊です。コンビナートで発生する大規模で特殊な災害に対応するため、 高度で専門的な消防活動をすることが任務となっていますこの部隊の中核をなすのが今ご覧いただいている2台の車両ですこの2台1セットで1分間に4000リットル他の消防車が連携することで最大で1分間に8000リットルの放水をすることができます今全国にはどれくらいの車両があるんですかはい、えー、平成30年度末の時点で 北海道から鹿児島県までのコンビナート地域を中心に12セットの車両が配備されました四、はい、日市市消防本部は千葉県の市原市消防局と並んで平成26年度に日本で最初にこの車両が導入されました四日市市はやはりコンビナートがありますから大規模な火災などが起きた時にこういったユニットが大活躍をするということなんですよね、はい 森さん、すごい。あのですね。はい。ドラゴンハイパーコマンドユニット。えー、えー。インパクトがすごい。<laughs> 今拝見させていただいたんですけどね。えー、まあ、あのすごい規模でこのパワーもあるわけですけれども。はい、まあ、四日市のそのコンビナートを持つ四日市として、やっぱり。高度な技術を持った舞台がですね。やはり、あの応援出動すると。 やっぱこういった技術を持っている方々があ立ち池を応援に行くということはやっぱり心強いですね。そうですね。全国でこのユニットが活躍していると思うと私たちも誇りに感じますよね。はい、ねはい。そしてさらに今年の4月には重機車両も配備されたそうなんです。どんなものですか。はい、えー。こちらはですね、土砂風水害機動支援部隊という部隊の、えー、メインとなる車両で、重機と重機搬送車両になります。 この樹木は5トン級のもので通常の工事現場で使用されるようなものよりは小さなタイプとなっております、うん、しかし小回りが利き狭い場所で繊細な掘り起こし作業をすることができるので救助現場では非常に役立つ車両といえます、うん、またですね先端のパーツを付け替えることで倒れた木をつかんだり鉄筋を切ったりコンクリートを砕いたりすることもできますへ なんか消防車両にはいろんな種類の車両があるんだなという驚きがありますけれどもこういった車両を使って訓練ももちろんされているんですよねはい、えー、ご覧いただいたのはどれも特殊な車両ですので年間計画を立てて、えー、訓練を実施しています、はい、ドラゴンの方はですね年間に約30回程度重機の方はこの春に納入されたのですが4月から毎月訓練を行っていますなるほど そしてさらにはドローンを使っての訓練も行われているということなんです。はい、こちらが先ほどの車両なんですけれども、その上空を飛んでいるのがドローンです。このドローンの役目は何ですかはい、四、えー、日市市消防本部では平成30年度にドローンを導入し、 平成31年4月から運用を開始しています今回ご覧いただいている訓練では土砂災害現場での活動を想定して訓練を実施しました、うん、土砂災害の現場では大きく地形が変わることがあるため災害発生前はどの場所に家があったのかまた自分たちが活動している現在地はどこかが把握しづらいことがありますこのような現場で最初にドローンを飛行させて 災害前の地図とドローンの映像を比較することにより活動場所を絞り込むことができます、えー、そういう使い方をしているんですね。 森さんいかかがです今、盛んにあの一般の方も、ね、ドローンでいろんな撮影などもされるんですけれどもドローンで空中から立体的にこう、ね、河川の地形などを把握するということでまたいろいろこう災害の時には役に立つと思うんですけれども実際、このドローンが災害現場へ出動ということはこれまでにです、ね、実災害では火災、山岳救助 水難救助などへ出動したことがあります災害現場の上空から全体を把握することができますので隊員への的確な指示や安全管理につながるツールとして期待がされていますまだですね出動の実績が少ないのでこれから出動を重ねていく中で安全でより良い活動ができるように検証と訓練を積み重ねていきたいと思っていますなるほど もうすでに実用化もされているということで最先端の技術を使って市民の安全も守ってくださっているんですねひしきさんさまざまな災害に対して四日市市消防本部ではどのように取り組んでいきたいですかはい、えー、四日市市消防本部では今回紹介させていただいたような新しいツールを積極的に活動に取り入れています一方で新しいツールを使いこなすためには消火救助 救急などの消防本来の基本的な技術の積み重ねが重要になってきますこれからも基本的な訓練を怠ることなくまた積極的に新しい技術を取り入れていくことによって市民の皆さんにより良い消防行政を提供できるようにしていきたいと思います、はい、心強いお言葉ですえここまでは さまざまな災害への対応について、スタジオには四日市市消防本部の菱木和樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回の瞬間見栄は、8月24日月曜日の放送です。島市の話題をお伝えします。瞬間見栄のコーナーでした。